ニース国際映画祭にて最優秀外国語短編映画グランプリを受賞した3月5日よりアップリンク渋谷にて公開の映画漂流ポスト主演の雪中理世さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。本作の出演はどのように決まったんですか？はい、私がもともと通っていたワークショップに監督が講師で来てくださって、でその時に、この作品のオーディションを兼ねたワークショップということで、セリフ読んだり実際にカメラ回して撮ってみたりっていう、もうオーディション形式のようなレッスンというかワークショップを受けたのがきっかけです。この役を演じたんですか？ワークショップとはまた別の、セリフだったと思います。はい、脚本読んだ感想はいかがでしたか？本当にこの主人公のその身の心情の動きを丁寧に描いているなっていう印象がありましたね。なんかそれがゆえに最初に読んだ時に途中までしか読めなかったんですよ、脚本を。なんかその中学時代の鮮やかな思い出とその自分が今抱えている心の苦しみみたいなのがどん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 こう入り混じって出てくるから、その先、その身のその先を見るのがすごく怖くてパタンって閉じちゃいました。撮影前にはどのような準備をしましたか？監督からいろいろとこう今までの漂流ポストの取材の映像とかもいただいてたので、それを見たり、あとは自分なりにその映像とかも調べて見たりしましたね。それは 3.11 に関する映像？そうですね、当時3.11 の時は私まだ地元の福岡にいたので、実際に経験をしてない人間だなって私は感じてるんですけど、なんか知らない震災を経験してない人間がその被災者の方の気持ちとかを理解するのって絶対に無理だなって思うんですよ、経験してないから。だったらもう自分が知るしかないなっていう思いでいろんな資料を調べました。撮影はいかがでしたか？この赤川さんの全面協力でこの実際に漂流ポストのある場所で撮影できたっていうのもそうですし、あとは監督が主人公の心情にすごい寄り添ってくれてたので、普段だったら映画の撮影ってスケジュールとか場所の関係でバラバラに撮ったりするんですけど、もう本当に脚本通りに0から10までしっかりこう流れを作ってくださったので、すごくやりやすかったです。ほぼ順取りで撮ったという感じですね。はい、ドキュメンタリー的なシーンもあると聞いたんですけれど、どのシーンのことですか？小屋で実際に手紙を読むシーンですね。はい、これが、陸前高田に実際にある漂流ポストっていうところで、ここに震災などで大切な人を亡くした人が手紙を送ったり、ここに来て手紙を書いたりとかされていて、でそこに実際撮影で行ったんですよね。はい、そうですね。はい、そこに実際にその届いた手紙を入れてる箱があって、それをちょっと読ませていただいたシーンがドキュメンタリーっていうか、はい、監督はこれを使うぞとは言わないで言わなかったカメラを回してたって聞いたんですけれども、はい、そうですね、実際に知らされていなかったっていうのもあるんですけど、本当に手紙を書いてるその一文字一文字に魂がすごくこもっていて、もうどういう思いでこの手紙を書いたんだろうって考えるだけでなんかもう、言葉にできない思いがすごく出てきたっていうのも印象的でした。本当に初めて読んだところを撮られてた使われているっていう感じですかね。はい、この実際のポストの管理人の赤川さんと同じ赤川役と同じ名前なんですけれども、はい、長倉大輔さんとの共演はいかがでしたか？ものすごく安心感のある方だなっていう印象でしたね。その長倉さんご自身もその赤川さんを意識してっていうふうにおっしゃっていたの で実際に赤川さんと会いしてもすごく温かみのある方だったので、安心してこうお芝居というか撮影することができました。彼氏役の藤浩太さんとの共演はいかがでしたか？はい、藤さんはもともとそのワークショップでずっと一緒だったので本当に違和感がなくって、普通になんか
まあ好きな人との朝を迎えるっていうか、まあ顔見知りではあったんですけど、すごく新鮮な気持ちで撮影してました。中学時代の2人のシーンは音楽も青春っぽくて、岩井俊二監督の花とアリスを彷彿とさせたんですけれども、中学時代のシーンの2人とお会いする機会はあったんですか？実際に同じシーンはなかったんですけど、あの学校のシーン撮ってる時にちらっとお話をさせていただいて、なんか自分 の、 あの若い頃の役を演じる人を見るっていうのは初めてだったのでこれが私の若い頃かと思って、ちょっとなんかスタイル良すぎるなとか思って、でもあのシーンもすごく綺麗に、なんかこうもう本当にキラキラとした青春時代になんかふさわしいお二人だなっていう、その若さあふれるキャピキャピ感が眩しかったです。同じ役を演じるっていうことで何か話し合ったりとか特にせず、まあ、特にははい、監督がちょっと似た感じの人をそうですねキャスティングしてくれたっていう感じですね、はい、ニース国際映画祭にいて最優秀外国語短編映画グランプリを受賞したと聞いていかがでしたか？純粋にびっくりしましたね。そのまあもともとこの海外の映画祭に出すためにっていうことで作った作品とはまあ監督から聞いていたんですけど、こんなにもたくさんの方に見ていただけるんだなっていうのは本当に嬉しいですし、やっぱこの 3.11 がもうどれだけ大きい出来事だったのかっていうのも感じますね。本作で特に注目してもらいたい部分はありますか？そうですね、あの手紙を書くシーンですね。あそこ実際にあの手紙を書いてるんですけど、まあ、なあのちょっと前に亡くなった祖母に実際にこう書いたんですね、うん、でまあ、撮影前もちょっとなんかこのモヤモヤとした気持ちはどうしたらいいんだろうなっていうのはすごく迷っていたので、もうこの手紙に全部ぶつけようって思って書いたら、なんか本当に不思議なくらい肩の力がふーって抜けてもうすっきりしたんですよ。だからなんか手紙を書くっていうことはどれだけなんかものすごくエネルギーというか、ここ文字に全部こう込められているんだなっていうのはすごく感じましたし、なんか不思議だなって思いましたね。ただ女優として行ったっていうだけじゃなくて、はい、本当に大切な人を亡くした一人としてそういうポストに助けられたみたいなところがありました。そうですね、もうそれがきっかけでその手紙を書くようになったし、うん、なんか本当に伝えたい時は手紙にしようって思うようになりました、うん。最後に東京ボーダレス TV をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、3年前にあの海外に渡った作品がこうやって震災 10年という節目の年に劇場で公開していただける機会ができたこと本当に嬉しく思います。今はメールとか電話とか本当にいろんなツールがあると思うんですけど、あの手紙っていうものを一つツールとして使っていただけたらいいなと思っています。この作品で一人でも多くの人が前進できる、あの一歩前進していただければなと思います。よろしくお願いします。タイムカプセル？そう、お互いに手紙を書くの。てっきり飛び降りようとしてるんだと思った。ねえ、このことは大丈夫。二人の秘密。その代わり、ちょっと付き合ってくれない？一歩踏み出すことは忘れることにつながりそうで怖いんです。大切な人との突然の別れで伝えることができず
行き場をなくしてしまった人たちの思いです。楽しかった記憶が辛くて、少しでも楽になりたくて。辛い思いをしているあなたが一歩踏み出せることを相手はきっと望んでます。Tokyo Borderless TV